はようございます、コウマです。非常に気持ちいい天気ですね。夏がそこまで来てますね。今回ですね、ポルシェ台のシャープにですね少しちょっと変えてみたいと思います。こういうマイクはいいですね。では遠くからセミですかね。そろそろ夏のセミの声がガンガンに鳴きそうですね。今回紹介するペンはこちら。少し書いてますね。こういう黒い小物たちとシャーペン非常にですね。これは芯は 0.7 です。私はほとんど 0.7 しか持っていないかな。プロッターのやつは 0.5 ですよね確か。書く前にこう眺める、綺麗ですね。今回ちょっと縦書きで書いてみましょうか。今ちょうど強い光が入っていますので、こういうペンの影を見るのがですね非常に大好きなんですね。強い光から行きましょうか。こうしてタイトルだけ書いて、ちょうどまあ強い光で見とれています。気持ちがいいですね。鳥の鳴き声が耳に心地よく、ふと手を止めて今こういったこともですね、ぼーっとしながら書いていると、こういう耳を楽しむという言葉が降ってきました。普通にまあ過ごしていると、動画とかテレビとか人の会話とか街の喧騒、たくさんの音が聞こえますね。人は聞きたくない音は言うだけシャットダウンしたり記憶に残さないようにしますね。なので時間は一気に過ぎ去る。でもこうして聞きたい音とかリズムっていうんでしょうかね、そういったものはより脳に届けたいので耳を楽しむっていうのが大切かなと思うんですね。
日差しが本当に綺麗ですね。光を楽しむ。光というのはどうしても人の目線で言うとあまり感じないですね。これも同じようにできるだけ、省こうというのも機能なんですけどね。こうして画面上で見ると非常にハッとさせられる光の美しさかと思いますね。こうしてまあ日常ではないカメラからの美しさというのも大事かなと思います。そしてペンをこうして休める時間も私は大好きですね。本当に光とか音大事にこう拾っていきたいなと思います。光というのは本当に感じることの難しさ、こういうのもですね、いろいろ自分で確かめながら実験しながら何かいいなと思ったことは続けていきたいなと思いますね。皆さんこういうカメラ越しに見るものを見るというのも結構面白いものです。なんかよりワンシーンのような感じがするかと思いますね。実に美しいですよね。本当に買ってよかった思わせる瞬間ですよね。まだまだ長く愛用していきたいなと思います。はい、いかがでしょうか。綺麗なフォルムのポルシェデザイン、非常に静かですよね。私はですね、こういうペンですね、できるだけ余計なラインが多く含まれていないのが非常に気に入っています。このシャーペンもですね、非常に緩やかなこの R で構成されていますので、本当に無口なデザインの一つです。皆さんもですね、本当にお気に入りのペンをですね購入して、何十年も使えるようなペンをですね、愛用していくと、また違う品種が訪れます。そしてですね、ゆっくりとゆっくりと文字を書くとですね、一日の始まりがですね、また違った方向に向くのかなと信じてるんですけども、で一日一日、積み重ねることによって時間の流れがまた変わってくるような気がします。ぜひ皆さんもですね、この時間の始まり方というものを意識するようにしても面白いかもしれません、ね。まあ、最近の動画でよく時間に対して結構語ってますけども、やはりこの時間というのが結構難しくてもあり、どうしても流されるような感じもしますね。そこでこういう書き物とか、あるいは風景とか、あるいは鳥の音とか聞いてですね、時間の感じ方を変えてみるというのも面白いですね。
もしこの動画が楽しかったらいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。